ヤホスクリスです。はい、今回はね、今ここに映ってるイエローヘッドモニターのね、動画ってわけではないんですけど、前回ね、静岡レプタイルズショーでもらったね、このサンプル品、これをね、はい、ちょっとピントが合わないけど、これをね、上げていこうと思います。で、これがモニターフィードとレプフィードなんでね、この2つを、レプタイルフィードは、西アフにね、あげようと思って、このモニターフィードを今からね、このイエローヘッドモニターのメルにね、あげようと思います。はい、じゃあちょっとね、ケージに戻ってもらいましょう。はい、今水入れをどかしてね、やるんですけど、モニターフィードをまずあげるんですけど、これですね。はい、こんな感じでね、まあ、結構ね、モニター飼ってる方とか知ってる人いると思うんですけど、自分ちょっと初めてね、あげるんで、やっていきましょう。はい。でね、サンプル品なんでね、入ってるのは3個なんですけど、ちょっとね、どんぐらい食べてくれるか楽しみですね。で、水でふやかすんですけど、こんな感じ、結構大きめ。じゃあ、あげていきましょう。メルはちょっと、朝だから活発ですね。ちょっと1個が大きいかな。ほんで、食べるかい？ご飯。のその外。お、食べた食べた。いいね。いいね。いい感じに一つ余裕で食べてる。結構大きいのに食べれるな。もう一個食べるかい？ちょっと飲み込んだ。はい、飲み込んだかな。はい、いらないの？いっちゃった。食べそうだけどな。もう一個、何が気になるんだそっちの。どうしたどうした、餌だよ。はい、いいね。しっかり食べてくれる。丸飲み。ちょっと半分に切ってあげた方が良かったかな。でもいい感じに食べてるね。半分に切ってあげてみようかな最後。いや、これ意外と硬くて切れねえや。さあ最後、はい、はい、ちょっと食べるまでラグがあるね。やっぱ大きいからかな。大きいからかな。あと今脱皮中だからね、尻尾とかちょっとだけ神経質な時期なのかもしんない。いらないの？食べないのかい？2個は食べたけど、お腹が結構膨れてるからな。お腹いっぱいなのかもしんない今は。はいはい、いらん？いいの？いいらしい。まあ、ちょっとお腹がね、今こんな感じで結構膨れてる。2個でお腹いっぱいなのかな、このサイズだと。やっぱ前日にもご飯あげてるしで、今は多分お腹いっぱいなんだ。でもいい感じにね、食いついてはくれた。しかも一つ丸々食べてくれるし。はい、まあ、モニターフィードね、多分ね、時間経ったらまた1個食べてくれる気がします。なんかこの子いつもこんな感じだからね。尻尾だけあそこから見えてるけど。はい、じゃあちょっと次はね、こっち、レプフィードを上げていきます。これですね。全然ピント映んないけど、これはね、フトアゴとかレオパがね、書いてあるけど、西アフにもって書いてますね。ここに多分ね、読めないと思うけど、ここに書いてるんですよ。なんかいろんな子に使えますよっていうのが。それがレオパ、ニシアフ、染め分け、ヘルメット、スキンクヤモリ、アンダーウッディサウルス、ハイナントカゲモドキ、フトアゴ、あとエリマキトカゲ、アガマ、ヨロイトカゲとかで、サバモリにも使えるらしいです。じゃあちょっとこれはね、ニシアフにあげていきましょう。は
はい、じゃあ最後はね、西アフにね、ルプフィードっていうのを上げていこうと思うんですけど、これの方がね、やっぱ数が少ないんで、ちょっとだけ量がね、入ってます。で、ちょっとね、これはね、匂いがきついですね。きついっていうか、ちょっとだけ強い。まあね、虫なんで当たり前なんですけどね。で、あげる子は西アフのオレオの冬くんですね。一番ね、多分食いっ気がある。ね、シェルターの中入ってるんですよ。さっきまでね、ここら辺で寝てたんだけど、ちょっと出してあげますか。結構この子は昼間でも慣れてる子なんでね。はい、もうすごい大きくなったな、こいつは。じゃあちょっとね、せっかくなんであげていこうと思います。はい、久々だね、ご飯。落としちゃった。うわっもうこんな感じでね、餌見えたら血相を変えて突っ込んでくる。めちゃくちゃ食いつきはいいですね。はい、よく食べる子だ。まだまだ全然食べれそう。この子はね、ピンセットからあげようとするとピンセットごとね、バクバクいくからね、ちょっと怖いんだよな。真下に落ちてるよ。はい、そっちじゃないね。いいよ、めちゃくちゃいい食いつき。やっぱね、よし。あー、落としてしまった。はい、ペットシーツが、キッチンペーパーがすげえ汚れていく。さっき変えたばっかなのにね。よし、はい。あー、ちょっと落としちゃうな、これ上の方にあるケージだから。いや、でもめちゃくちゃ食いつきいいですね、これ。まあ多分ね、モニターもね、お腹空いてたらもっとめちゃくちゃ食べてると思う。昨日ね、めちゃくちゃご飯食べた日だったから、たまたま食いつきめっちゃ良かったしな、食べた時のバク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 。さあ、もう一個食べれるかい。よいしょ。うん、外してるね。どうした何してんだ。そんな目悪くないだろ、あんた。うわ、ちょっとふやかしすぎちゃったかな。はいはい、はい。うん、食べるのがちょっと下手やね。取る？これ回収しちゃうよ。いいねちょっと嫌そうじゃん。はい、もう一個。いいよ。こぼしていくね。ボロボロにしちゃうのね。いる？はい。そう、ピンセットからだとこんな感じでね、うまく食べさせてあげられなくなっちゃう。よいしょ。いい食いつきだね。やっぱね、匂いは結構するかも、この餌の。まだ食べるかな。もう終わりにしようかな、そろそろ。はい、ここまでおいで。めっちゃ狙ってる。はい、ボロ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 食べていく。いいよ、いい食いつきだよ。めっちゃ狙ってる。食べるんかい。おお、ちょぼっと残したね。はいはい、ここにもあるよ。はい、まあ今回はね、こんな感じで、レプタイルフィーとレプフィードと、モニターフィードね、あげてみました。こんな感じでめっちゃ食べてくれる。いいね。やばい、匂いにつられて、キッチンペーパー食おうとしてる。もうご飯終わりだよ。結構食ったろ。お前はアダルトなんだから。はい、じゃあちょっとね、今回はこんな感じでね、終わろうと思います。このね、2種類とも食いつきめっちゃいいと思うんで、
ぜひね、皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。ダメだって。はい。こんな感じで、とてつもなく可愛い西アフもいっぱいいるんで、他にもね、我が家の動画ぜひ見てみてください。もしよかったらね、チャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃあ、バイバーイ。